Run. Hi guys, this is the fourth part of Fail Pass Japanese interview. Welcome to Nihongo Max. My name is Ravi. Enjoy. Run. Jibunno tsuyomi ni tsuite oshiete kudasai. Kyoumi wa kriketto desu. Kyoumi じゃなくて tsuyomi, tsuyomi desu. Tsuyomi, tsuyomi wa batting desu. Jibunno tsuyomi ni tsuite oshiete kudasai. Jibun ga awatenai, aseranai, okoranai.というのが私の強みです、うん、どうして日本語を習いましたか？はい、日本語を習いました。はい、丸々学校から日本語を習いました。どうして日本語を習いましたか？はい、私はもともと日本語と日本に興味がありましたので、そして日本語は難しいからこそ日本語を勉強し始めました。うん、なぜ前の会社を辞めましたか？いや、まだ辞めてないよ。ああ、じゃあ給料が安かった？うん。なぜ前の会社を辞めましたか？前の会社は自分の日本語のスキルをうまく活用できる場面が少なかったので、そういう心配は御社にはありません。給料について聞きたいんですけれども、どれぐらい欲しいですか？給料はもちろん欲しいよ。給料について聞きたいんですけれども、どれぐらい欲しいですか？はい、一応満足いく仕事なので、給料が生活ができるぐらいな給料だけでいいです。うん、ちなみに我々に聞きたいことってありますか？あ、いや、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。我々に聞きたいことってありますか？はい、もし私の採用が決まっていただけましたら、私の仕事の内容についてもう少し具体的に教えていただきたいんですけど。 Run.